死と。死とは、教義には、イエス・キリストの12人の皇帝を指すが、それに近いでし、パウロ、70門となどにもこの語が用いられることがある。講義には、重要な役割を果たしたキリスト教の宣教者、使わされた者及び、その宣教者の称号である。言語のギリシア語は、アポストロスで、派遣された者が原義である。展示で、死者、施設をも指す。 このギリシア語は、キリスト教文書以外にも出てくるものであるが、キリスト教文書の日本語訳の際だけ、使徒という専門語を当てて訳すため、両者の単語間には、祖語がある。この点では、他の西洋語も、ギリシア語の形を踏襲しているものの、事情はさして変わらない、など。なお、使徒という訳語は、簡約聖書から継いだものである。また、イスラム教においては、ラスール、 ダサルという語が同じく死者の意であり、キリスト教の使徒と似た意味に用いられて、訳語としてアポスルや使徒が当てられている。新約聖書では,の語は、の子は複数型も含めて、マルコによる福音書、マタイによる福音書、ルカによる福音書、使徒原稿録、パウロ書簡、ヘブライ書、ペトロ書、ユダ書、ヨハネの目視録に用いられている。このうち、 マルコと、マタイ、ヘブライ書は、文脈上、この単語を単に、派遣されたもの、または、者という意味で用いている。他の文書では、は、固有名詞的に、何か権威ある称号のようなもの、日本語訳でいう、首都として使われている。近代批評学では、原始キリスト教において、使徒が、どのような定義を持つ語として用いられていたのか、その詳細はよくわからないとされる。 ルカの著者の十二使徒間ははっきりとしている。ルカ文書、ルカ福音書と首都原稿録によれば、十二使徒とは、最初にイエスによって選ばれた十二人の弟子集団である。旧約時代の神の民、イスラエルの十二部族との関連で、十二人という枠は、維持すべきもので、十二使徒の生員の条件としては、イエスの復活の承認であり、また、 イエスと生前を共にしたものでなければならない。マタルカははっきりとパウロを首都と認めている。さらに、パウロ書簡は、使徒の基準を伝えている。パウロ書簡による使徒の定義は、復活した主、イエスの承認であること主イエスに使徒として召されたことで、ある。重要な点として、パウロは、使徒としての権威を強調していることが挙げられる。この、 パウロの使徒としての権威は、使徒ペトロも認めている。次に、パウロは、使徒は12人、あるいは、自身を含めて13人に限定していない。近代批評学では、パウロがあるかと同じく、主の兄弟やアコブを使徒とは呼ばないことにも、使徒の定義の謎が残るとされる。エルサレム教会の権威が失墜した時期以降、おそらく、使徒の厳しい定義も消えていったと考えられる。 歴史的な、正統派、キリスト教会は、パウロを、使とと認め、それは、現代にまで至る。前述のように、十二使徒は極めて、ルカ的概念である。ただし、ルカは、十二使徒という言葉そのものは用いていない。新約中、この言い方は、ヨハネ目クシ二十一章十四節のみである。また、十章二節については、前述の通り、 新約聖書内では、ルカ福音書と、使徒原稿録を除いては、使徒を十二人に限定していないが、イエスの皇帝である、十二人についてはいくつかの文書に記されている。彼らはイエスから悪霊を払うための権能を授けられたという。十二という数字は、イスラエルの十二部族に対応するものと思われる。十二人のすべての名は、マルコ福音書に記されており、マタイ、ルカ。 使と原稿録は、これを写したものである。ヨハネによる、福音書には、十二人の存在は語られるが、うち数人のみの名が挙げられている。他に、第一コリント書、ヨハネの目視録など。使と原稿録によれば、イスカリオテのユダによる決意をマティアで埋めたという。福音書によって構成員の名前が異なること、ほとんど言及されない人物もいること、後継の図三章から。 イエス時代の史実でないと考える研究者もいる。ルカの十二使徒という概念は後に正統派教会においてドグマ化し広く定着した。中。レオナルド・ダ・ヴィンチによる最後の晩餐における配置は左から以下の通りバルトロマイ、ナタナエル、アルファイの子、ヤコブ、アンデレ、ユダ、シモン・ペトロ、ヨハネ。イエスを越してトマス、ゼベダイの子。 ヤコブ、フィリポ、マタイ、タダイ、ネッシン等の諮問。ある地域に初めて、キリスト教を伝えた人物や、特定地域の宣教に大きな働きを示した人物に、使徒の称号を冠することも一般的である。正教会では、これをアシイコールツーザパッセルズ、使徒に準ずる、あるいは使徒と同等のものの意と呼ぶ。例として、 東洋の首都フランシスコザビエルやスラブの首都、または、スラブの足とキリル、チリロと、メトディウス、メホディ、日本の足と聖ニコライなどがある。イスラム教においては、首都、ラスールとは、神の予言を託され、ある特定の共同体、ウンマに使わされて新たな立法を伝える使命を、掲示されたもののことである。そして、ムスリム、イスラム教徒にとってはムハンマドは、 イスラム共同体に使わされた使徒に他ならず、その事実を信じることが、イスラム教の根幹の一つである。そのため、シャハーダやアザーンには、ムハンマドは、神の使徒なりという文言が加えられている。同様にイスラム教徒は、ムーサー、モーセを、ユダヤ教徒の共同体の使徒、イーサー、イエスを、キリスト教徒の共同体の使徒であったとみなす。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。